週間高速道路15号線は、アメリカ合衆国西部を走る、週間高速道路であり、南カリフォルニアから、山間地域西部を走っている。メキシコ国境近くのサンディエゴ軍が、起点、カナダのアルバータ州が終点で、途中カリフォルニア州、ネバダ州、アリゾナ州、ユタ州、アイバホ州、そしてモンタナ州を通過する。また、サンディエゴ、ラスベガス、 ソルトレイクシティ、アイバホフォールズ、グレートホールズなどの大都市を結んでいる。さらに、オレンジ軍、ロサンゼルス軍などの市街地からも近い。アイバホ州、ユタ州、アリゾナ州の区間は、大駅軍人記念ハイウェイに指定されている。南端のサンディエゴでは、週間高速8号線、アメリカ国道15号線と接続し、北端では、 アルバータハイウェイ4号線と接続している。この道路が建設された目的は、インランドエンパイアとカリフォルニア州サンディエゴの接続、ラスベガスへの観光促進、アリゾナストリップへのアクセス提供、ローガンを除くユタ州内の大都市統計地域への週間アクセス、ポカテッド、アイダホフォールズ、グレートホールズへのバイパス路線などである。建設当初から、この道路は、 北米大陸の重要な商業ルートであった。現在では、北米自由貿易協定の結果として、ラスベガスにある、週刊高速道路515号線とのジャンクションから、カナダ国境までの区間が、北米回路に指定されている。また、この道路の建設によって、カリフォルニア州、ネバダ州、ユタ州は、全米で急成長を遂げる州の仲間入りを果たした。 北へ向かう15号線は、マウンテンパスから、インバンパーバレーへの急な下り坂となっている。ラスベガスバレーのサンセットロードから南向きに、撮影した15号線の空撮写真15号線は、バージン川峡谷を抜ける。15号線のアリゾナ州区間ソルトレイクシティにおける15号線、アイダホホールズにおける15号線と、国道20号線とのジャンクショングレートホールズを、 通過する15号線ディロンの20マイル南方で、撮影した15号線カリフォルニア州ネバダ州アリゾナ州ユタ州アイダホ州モンタナ州テーブル1メインルーツオブザドワイトディアイゼンハワーナショナルシステムオブインターステートアンドディフェンスハイウェイズアズオブオクトーバー312002フェデラルハイウェイアドミニストレーション2011年7月20日閲覧インターステート15 ユタ、ロッキー・マウンテン・ローズ、オーズ、2008年1月2日閲覧。カナメックス・コリドール、ザ・セーフ、スマートセキュア・コリドール。カナメックス・コリドールプロジェクト、2008年1月2日、閲覧。ありがとうございます。